ファスタープシーキャット、キルキルは、ラスメイヤーが、ジャック・モランと脚本を共同執筆し、監督した1965年のアメリカ合衆国の映画。主演は、トゥラ・サターナ、ハジ、ドリ・ウィリアムズ。映画は、理由のない暴力、セクシュアリティ、戦場的な性役割、キッチュな会話を呼び物にしている。これは有名なカルト映画となり、 大衆文化の中で広く言及された。メイヤー作品の中でも、挑発的なタイトルの、きわどいエクスプロイテーション映画の一つであるが、大部分の彼の映画とは異なり、露骨なヌードシーンはない。予告編よりバーラをリーダー格とする、三人組の、ゴーゴーダンサー、ビリーは、スリルを求めて、砂漠を失踪していた。彼女たちは、トミーとリンダという若いカップルに出会った。 トミーと三人組は、言い,い争いの末、カーレースをすることになった。狡猾な手を使い勝利をもぎ取ったバーラにあざけられ、トミーは、バーラに掴かみかかるが、逆に、バーラに、素手で首をへし折られ殺害されてしまう。一部始終を目撃していたリンダは失神した。バーラはリンダに薬物を投与して、連れて行くことにした。長く考慮としたハイウェイを進む四人組は、年老いた。 従業員のいるガソリンスタンドに停車した。給油の間に彼女たちは両足が不自由な老人とベジタブルと呼ばれる彼の筋骨たくましい知恵遅れの息子に会った。スタンドの従業員は老人が列車事故で不具となり多額の和解金を受け取ったこと、老人が銀行を信用しておらずその大金をどこかに隠しているらしいことを彼女たちに話した。これを聞いてバーラは 老人から金を強奪する計画を立てる。老人は二人の息子と一緒に寂れた屋敷に暮らしていた。老人は列車に乗り遅れそうな若い女性を助けようとして誤って事故に相反心不随となったが、その女性が平然と次の列車に乗って立ち去ったことから、若い女性を憎応していた。また、あまりにも極の次男ベジタブルを出産したため、妻が亡くなったことから、 この次男も嫌っており、体の良い,い道具として扱っていた。ベジタブルとの会話では、彼に差しずして、女性を殺害した過去があることもほのめかされている。バーラたち三人組はリンダを連れ、招かれざる、客として、老人の屋敷に乗り込む。ありがとうございます。